資格試験に伴うお金、どっから出てんだろうね。私にもね、まあ、はっきりわかんないね。私今は資格をね、まあたくさん持ってて、まあ資格マニアということでね、やらせていただいてまして、まあ今72個。まあこっからね、また今月もね、まだ増える予定なんでね、今月この6月もですね、多分ね、1個は最低でも増える。うまくいけばもう1個増えるかなっていうような感じで、まあ、資格試験でさ、お金かかるじゃん。まあ、テキストもそうだし、受験料もそうだしね、いろいろやっぱお金がかかるんだけど、このお金ね、どっから出てきてるのかっていうね、そういうちょっと話をね、してみようかなと思います。てかもう私もね、考えてみようかなと思います。まあ、どっから出てんだろうなっていうのはね、ちょっと考えてみようかなと思いますけれども、多分ね、これまでの累計で間違いなく100万はいってると思うんだよね。まずね、やっぱ一番お金かかったっつったら、まあ、中型免許。私最初普通免許、まあ、今で言うところの準中型だけど、あれ取ったのは、まあ、あれはね、要は親のお金なんですよね。大学生の時に取って親のお金で、まあ、取ったんだけど、まあ、その後に、まあ、要は社会人になってから中型免許取って、で、それはね、そっからまあ自腹なんだけど、まあ、中型免許で多分ね、20万ぐらいはしたと思うじゃんね。で、それから、去年取った大型特殊。これだけでも多分15万ぐらいしとるやんね。で、その次に多分お金使ったのか、あ、でも二輪も、普通自動二輪も結構お金かかった。あれもね、15万か20万ぐらいかかったね。で、普通の資格でもやっぱ、電工二種、あれもね、多分5万か6万ぐらいかかったと思うんだよね。でもそれ、これ今言った資格だけでもさ、もう50万か60万ぐらい、使っとるわけなんですよね。で、それ以外の資格でもまあいろいろやっぱね、受験料1万とかね。で、失敗した資格もあるじゃんか。そういうの合わせると、まあ100万はいっとるな、と、いうことでね。まあ、じゃあどっからお金出てるんだいって話で、まあ、私実はね、ちょっと口座をいくつか分けてまして、そのうち一つのね、口座で、もう、要は資格マニアになるぞと、YouTube 始めた時に、もうそれはまあ、作ったというか元々あったのを、これはもう資格試験、よ、資格マニアで使う用の口座にしようっつって、バーってこう、決めたんだけど、まあ、そこにはですね、まあ、大体100万円ちょっと入ってたんですね。まあ、それはま、何で100万円ちょっとになったのかっつうと、社会人2年目にね、やっていた、まあ、株取引。まあ、私も株を始めたんだけど、まあ、それと同時期にですね、FX 始めたんですよ。で、まあ、FX ってあれレバレッジ効かせられるじゃないですか。だから、ものすごい得するときもあるし、ものすごい損するときもあるじゃんか。で、レバレッジ、何倍だったっけ ?28 倍だから32倍ぐらいまでかけられるわけじゃん。だから例えば、持ち金が100万だったら、32倍だったら仮に、まあ、3200万まで。かけられるというところで、それね、私は、そういう情報をですね、試合から聞きまして、これ FX かなり儲かるぞみたいな感じで、で、やり方もね、ちょっと自分で勉強してやって、で、もうね、ものすごい大勝ちして、で、その後、ものすごい大負けしたのね。それで、最終的に残ったお金が、まあ、100万円だったんですよね。で、もうこれは、ちょっともう、まあ、私にとってあぶく銭だから、もうこれは、資格マニア用で使おうって思って、まあ、取っといた、お金なんですけれども、まあ、ただその中型免許とか普通自動二輪とかは、そこから使ったわけじゃなくて、違う口座からね、使ってるんで、だからまあ、まだね、その100万の、なんつうの、そのあぶく銭の、まあ、かけらはね、まだ残っとるわけなんですよ。だからそれはね、まあ、最後、ま、使い切って、100個しとく、みたいな感じでやろうかな、なんていうふうに思ってんだけど、ちょっと多分ね、100個行くまでに、その、いわゆる FX で儲けたお金は、多分、ゼロになるかな、というふうに思うわけなんだけれども、やっぱそこのお金があったからこそ、今、これまで、ま、72個ですか、取れたのかなっていうのはあるよね。まあ、それ以外にも、もちろんね、自分の口座からお金出したり、まあ、自分の副業の、口座から出したり、まあ、タイミーでね、タイミーの口座から出したりとかっていうのは、いろいろやっとるわけなんだけれども、まあ、給料が安いけど、それでもね、こうやって、まあ、資格試験をね、バンバン受験できるっていうのは、やっぱそこにあるのかなと。まあ、それからもう一つはね、私、趣味がないんだよね。まあ、C っていうならボクシング。まあ、ボクシングも趣味だね。だから、まあ、何にお金使われてるかっつったら、やっぱりボクシングと、それからこの資格試験。この二つにしか、お金は使ってないんだよね。多分ね、私、去年、今年にかけて、多分1年半くらい、多分ね、服とか靴に一切お金かけてないよね。靴とかも、いつ買ったのかも覚えてなくて、まあ、安全靴をね、一応仕事で使うんだけど、安全靴買ったぐらいしか、靴とか買ってないのよ。まあ、これね、いつも私が会社に行くときに、通勤用の靴で使ってんだけど、今もうね、こんな状態なのね。これでもまだね、履けるし、まあもちろん雨降ったらね、すげえ水入ってくんだけど、まあこんな状態で今一応もう毎日、こ
構まあ電車乗ってんだけど、まあこれでもう足もさ、もうすり減ってもなくなっちゃってるみたいな、おいおいおいって感じなんだけど、まあこれ履いてね、まあ毎日通勤、まあ通勤はもうこれでいいかなみたいな、まあ遊びに行くときは遊びに行くとき用でね、ちゃんと着るような靴あるんだけど、まあ通勤はもうこれでいいかなみたいな。で服もさ、もうこの服なんか多分高校生の時に買ったような服じゃね、多分まあ高校生か大学生か、これね、ディアドラね。これディアドラの服なんかだってもう高校生ぐらいじゃない、買うとしたら。これね、これ多分ドンキホーテかどっかで買ったと思うんだけどね、あのトヨタ市にあるね、ドンキホーテで多分買ったと思うんだけど、まあそんな感じで私もほんと服とか靴とか、あとはこういうアクセサリーとか、まあそういうのもう全然興味ないのよ、全然興味ないから、本当にもう安い服、もう一着700円とかの服を買ってたりするわけで、もう靴下とかも、もうAmazonでなんか25足入り1000円みたいな、1000円、1000円じゃなかったかな、なんかもっと高かったかな。もうほんとなんか使い捨てみたいな靴下履いてるし、まあパンツももうこれいつのですかっていうようなパンツ履いてたりするから、だから服に関してはもう全然お金使ってないね。まあもちろんその、ね、デートの時とかは、まあそれはね、ちゃんとした服装で行きますけど、でもそれはそれ用で取っておいて、まあ普通の仕事は仕事でもっと安い服。それからあとやっぱ車持ってないから、やっぱそれは結構でかいんじゃないかな。車ってさ、かなりお金かかるじゃん。駐車場代もかかるし、維持費もかかるしっていうことで、これね、車とかはね、結構お金かかると思うね。でも私ないから。あと電化製品ね。電化製品も、私持ってる電化製品って言ったら、ほんと洗濯機と冷蔵庫ぐらいで、まあ一応エアコンあんだけど、私あの高校卒業してから一人暮らししてんだけど、多分一人暮らし始めても多分12年ぐらい経つんだけど、一回もエアコン使ったことないじゃんね。夏も冬も、本当に、あれ一回も冷房使ったことないし、暖房も使ったことないから、なんかもうエアコンなくてもまあ生きていけるわと思って、もうどうしても暑くなったらさ、ショッピングモール行けばさ、涼しいじゃん。なんかショッピングモールで涼んでるおじいちゃんみたいにいるじゃん。まあそんな中に混じってね、私も多分一人でショッピングモールでね、携帯いじってると思うんだけど、ショッピングモール行けばね、涼しいし。だから、まあエアコンもまあ、あるにはあるけど、まあコンセント抜いてるっていう感じで、だから、まあ、なんかそういう、なんだろう、生活とかにお金をあんまり使ってないから、多分そういうところで、まあ、なんだろうな、出ていかないんだろうね。あと、物欲とかもそんなないんだよね。なんかこれが欲しいとか、この時計が欲しいとか、この財布が欲しいとか、そういうのないから。私もね、今これ、使ってる財布、これ愛用してんだけど、これあのね、ダイソー300円で売ってたのね。これめちゃくちゃ安いんだよね。これしかも安いのに、すごい、丈夫。めちゃめちゃ丈夫。だからこれもずっと使ってんだけど。それからこれ小銭入れね。これダイソーで100円で買ったんだけど、もうこの中に定期券とかもね、入れてるわけなんだけれども、もうこれ、もうこの、これがもう私の、要は財布というか必需品セットなんだけど、これだけでも400円。だから財布とかにさ、1万2万かける人いると思うんだけど、まあもちろんそのいい財布を使えば、なんだろう、お金が貯まりやすくなるとか、そういう話あるんだけど、どちらかといえば私は綺麗な財布を使えばいいと思ってて、綺麗な財布を使えばね、十分だと思うんだけど、これパッと見さ、これいくらの財布に見える？これ全然、もうめちゃめちゃ綺麗なんだけど、これもうね、半年間ぐらい使ってんだけど、私も社会人になってから、もうこういうね、安い財布しか買ってないのよ。スーパー、アピタとかでさ、売ってるじゃん。1000円とかの財布。ああいうのをね、ずっと社会人になってからまあ使ってて、一時期なんかその高い財布とか、こだわったりしたことあったんだけど、なんか結局ね、すぐボロボロになっちゃうんだよね。半年ぐらいでボロボロになって、結局ね、ダイソーとね、同じになっちゃうから、だったらもう俺もダイソーでいいやと思って、もうずっとね、ダイソーの財布をね、使ってね。だから300円の財布だから、ボロボロになってもさ、また300円で買い替えればいいじゃん。まあそんな感じでね。だそういうお金を、まあ資格試験に費やしてるっていうのがあるのかもしれないね。まあということでね、だから多分ね、みんなが、使って、まあゲームにお金使ってるよとか、なんかね、車にお金使ってるよとか、なんかそういういろいろみんなお金使ってるとかあると思うけど、多分私はね、本当にもう生活とかにもお金全然使ってないから、だからボクシングと本当に資格のこの二つにしかお金使ってないから、だからこれだけいろんな試験が受けられて、で、いろんな、まあ、講習とか、もう受講できてっていう、多分それが多分あるんじゃないかな。まあ、あとは一人暮らしというか一人身だからっていうのもあると思うんだけどね。だから、なんつうのかな、もう普通に、まあ、低所得でも、不生活に全然お金使ってないから、生きていけるし、まあ、その余ったお金で、まあ、資格試験受けれるし、まあ、タイミーとかでね、稼いだお金で資格試験受けたりだとか、まあ、あとはね、まだちょっとお金使ってないんだけど、この YouTube のね、収益も、いずれはね、資格試験に使おうかなっていうふうに思ってて、そういうところで、私は多分資格試験の受講料っていうのに、当てているんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。はい。まあ、ということでね。まあ、今回は、
まあ、ちょっとお金事情ではありましたけれども、だから多分みんなが思っている以上に私は全然金使ってないというか生活に、だからまあ資格試験これだけたくさん受け入れているのかなっていうのは思いますね。で、やっぱり私の目標としては、まあ、YouTube に動画をアップロードする。で、そこで収益がもらえる。その収益でまた違う試験を受ける。で、動画にアップロードお金もらう。で、また違う試験を受けるっていう。もうこのね、循環、これが私の最終目標ですから、ちょっとそこに向けてね、頑張っていこうかなとは、思ってますね。はい、ということで、本日は以上となります。皆さんぜひね、お金貯めて、試験、受けましょうよ。それじゃあ、バイバイ。2階です。はい。はい。